東京で舞台公演ということで、フレオさん、ハートフェルクッキーありがとう、フォローありがとう、こんばんは。なんとなんと明日は舞台公演ということで、ほんまにって感じです。レディーニャンコさん、ハートフェルクッキーとチョコありがとう、イケペシさん、ハートフェルクッキーありがとう、カムラグさん、ハートフェルクッキーありがとうございます、ありがとう。いやほんまー、ウクヒラさん、長崎県民、アントマガイリさん、ハートフェルクッキーありがとう。緊張するの？するよ。なんかね、そんなことよりねちょっとね喉が痛いんですよ。メアティさん、ハートフェルクッキー、月のしずくさん、チョコありがとう。なんかシンプルに多分なんかストレスで熱出るやつあるじゃん、あれなんだよね。熱ってか熱が具合悪くなるやつ。池田さん、ちょっとありがとう。なのでなんかでも薬飲んで熱たから結構いい感じですけども、全然いい感じなんですけども、私はそっか、いっぱい寝たし、しかもねいっぱい寝たし、これもね買ってきてもらったので、フェローさんありがとう。そう、ストレス性ですねこれは多分。でもめっちゃお腹空いててご飯も全然食べれるし全然楽勝なんですけど、こんばんは。ヌヤ魂さん、チョコありがとう。イケヌさん、チョコありがとう。ハートフルクッキーありがとう、ありがとうございます。ハートフルクッキーありがとう。コンさん、ハートフルクッキーありがとう。イケヌさん、ハートフルクッキーありがとう。どうやって使うんやこれは。ヒロさん、ハートフルクッキーありがとう。まるともちゃんさん、ハートフルクッキー。月のしずくさん、ハートフルクッキーありがとう。もうほんまに今日コンタクト入れてなくて目がもう見えないんですよ。まさきさん、ハートフルクッキーありがとう。なんかママ味もあるみたいで、でもなんかちょっと効きそうな方をね買ってきてもらいました。こんばんは。このまま行くってことか。たなかのひろさん、ハートフルクッキーありがとう。そうだね、明日は僕の山陽公演なのでね、いい感じに行けるように今日はいっぱい寝てたんですよ。でもなんか予習にしたくってこんばんは。何それ、ゆきねさん、ハートフルクッキーありがとう。くまさん、ハートフルクッキーありがとう。意外キモいかも。クマさん、ありがとう。バレンタイングッズね出たね。シャム猫さん、ハートフルクッキーありがとう。なんか今日は本当に、ね、朝起きた時がやばすぎたけどなんかいい感じになってきたね。あ、そうなんや。炭治郎、あ、炭治郎か、やっほー。しない、笑いたい愛かな、あ、ほんと？そう、後で確認しよう自分でも。なおさん、ハートフェイクッキーありがとう。こんばんは。そう、普通の鍋もね実装されたみたいで。しんやさん、ハートフェイクッキーありがとう。ダウリュー、これはわらなのかさ、ダブリューなのか謎ですね。でも全然お腹空いててご飯食べたいんですよ。あとこのゼリーも買ってきてもらったので食べるんだよね。あ、飲むんだよね飲むね。さっきアイス食べてたんですよ
え、トラペジウムは絶対見に行く。何があってもトラペジウム大好きすぎて買って、買ったんですよ昔ね。それを山梨から広島まで引っ越す時に持ってきたぐらいには好き。めっちゃ好き。シンプルに話が好き。うん、はあはあ、うんふん、うん、だいぶ控えます。体調大丈夫？ありがとうございます、心配していただいて。なんか、うん、うん、大丈夫です。トラペジウム、こんばんは、こんばん、こんばんは。トラペジウムは乃木坂、元乃木坂46の高山一実さんが書かれた小説のやつなんですけど、なんかアイドルのお話なんですけどね、めっちゃ好きで。ここにあるよ、いるよ、ほら。陳長義さん、ハートフルかけありがとう。やっほー。そう、一実さんのやつ。そう、喉も痛くてね、困っちゃうね。やっほー、ありがとう。乃木坂さん好きなの？好きだよ、それは好きだよ。くしゃみです。あーすいませんね、泣いた。あ、泣いた人じゃない、な、な、泣いてます今。わあ、ごめんなさいね。前髪なんか今日おかしいんだよね。23日初めて僕体育、おー本当ですか。23日の僕の太陽公演、号泣不可避、不可避ですが、楽しみにしております。頑張ります。ありがとう。こんばんは、お疲れ様、お疲れ様。バケットン、どこだろう。STI さん、ようこさん、ハートフルクッキーありがとう。大丈夫だよ。うん、たわしい、どういうこと。あきおさん、ハートフルクッキー。ミシアンさん、ハートありがとう。そう、だ、だば、だ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 、ばだ、だばださん、ハートフルクッキーありがとう。うん、喉がね、痛くてですね。ミシアンさん、ハートいっぱいありがとう。Thank you。 こんばんは。うん、お化けが出るやつか、あれか。あれね、わかるよ、何のこと言ってるか。お化けトンネルってことだよね。なるほど、バケトン。なあ、タバダさん、チョコありがとう。バレンタイングッズ購入ありがとう。そう、バレンタイングッズも出ましたので、よかったら公式のグッズサイトをチェックしていただけたらと思います。でも買ってる。なんかね、あー、名古屋使うよ、後で。まだ使わんけど。そう、明日はね、僕体公演なんですよ。ありがとう、今日も可愛くてありがとう、ありがとう、なんかごめん、ありがとう。こんばんは、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 やっほー、こんばんは。頑張ってください、ありがとうございます。頑張りますよ、ありがとう、ありがとう。うん、とんかつ屋さんの名前ってこと。ゼロタップさん、イクピスさん、ハートフルクッキーありがとう。須垣さん、ハートフルクッキーありがとう。ハートがフルクッキーですよ、ありがとうございます。須垣さん、ありがとう。こんばん、こんばんは。うん、そうだね、明日は木体公演ということで、わあ、ふう、困りますね。
ぜひぜひ楽しみにしてくださいてくださったらありがたいですね。来てくださる人が。でも配信がないからね。そうだね、難しいけど。ダバダさん、ハートヘルクッキーありがとう。久しぶりに東京行くかも。いや、私たちよくひーちゃん家に暴れに行くんですよ。ちならべカード出た、ありがとう。手並べもね、よろしくお願いします。ぜひこんばんこんばんは。手並べもね、最近並べてなくてですね、全然並べられてない。もう並べますよ並べますよ。うん、そう、ちょっと配信がなくてですね。そうなんですよ。まあでもその分ね、現地に来てくださる方、なんか配信があるとカメラの方も意識したりとかね、いろいろなんていうのかな、あるんですけど、配信ないからめっちゃ見るんだよ、こうやってマイキーミックヤさん、チョコダダダバダさん、ハートフルクッキーありがとうございます。ありがとう。明日行きます。 STSTU 公演なので楽しみ。お、明日来てくださるんですね、ありがとうございます。そう、北沢はね、カナの代わりに出演させていただくんですけどそうだな、なんかあるかな見どころとか。うん、ちょっと考えてみる、待ってちょっと難しいけど、よかったら北沢のことも応援していただければなと思います。北さんのペンライトは赤と緑です。いちごカラー。うん、風なんですよ。入り口ハートフルクッキーありがとう。なんかストレスで熱出やすいんですよ、私。ストレスで熱出たりとか、喉痛くしたりとかね、よくするんですよねうん、フリースガガさんハートフルクッキーありがとう。でもあれですよね、あそこの会場ってなんかキングレコードさんが持ってるところ。うっちーハートフルクッキーありがとう。ちごさんありがとう泣けはせんけどね泣けるならよかった。泣いてくださいじゃあ、いっぱい泣いてください。うっちありがとう。そう、このねハートフルクッキーもね14日までちゃんと集めてます。そして結構ね難しいとは思うんですけど、新人枠のね方のモテクイーンの方もね挑戦中なので、よかったら応援お願いします。とりあえず僕隊が終わって配信がいっぱいできるようになったらいっぱいしようと思います。なのでまだ結構ね差があるんですけど、追いつけるように、追い越せるように頑張ります。そう、でもなんか3期のみんなとの戦いになっちゃってきてるから、ちょっとねなんかうーんってなるけど頑張りたいと思いますので、よかったらお願いします。ハートフルクッキーありがとう。高松愛ちゃんさん、うちありがとう。チョコもチョコありがとう。映画館、うん、そうなの、バレンタインに近いから手紙書くね。うん、ありがとう。手紙、うん、いっぱい回収の持って帰ったよ。あ、大丈夫だよ。うん、鼻かみたいな。あー、でもうん、ちょっと一瞬待って。ただいま。こんばんは。ただいま。ただいま。なんかほんまにストレスに弱いよね。ストレスに弱くて、ストレスすぎるとね、ほんまにすぐ具合悪くなって困りますよ。パイナップルケーキ、何それ食べたいかも。おいしそう。パイナップル好きだよ。パイナップルがね、いちごより好き。
誕生日カード、え、あのポストカードみたいなやつ。辛そうで悲しい、悲しいでしょ悲しいからハートフルクッキーをくださいそれで治るよ。嘘、ごめん、ほんまにしょうもないこと言っちゃった、ごめんねバレンタインならでは、楽しいにしとくね。そう、ポストカードあげられたらあげるわ、くださいじゃ高松愛知園さん、ハートフルクッキーありがとう。なんかもうね、ダメですね自分は本当に。もうなんかクリコン、クリコンの前もねこんな感じだった多分クリコンの前も多分同じ現象に陥ってて、結構すぐねそうなっちゃうんですよね。ぴょんぴょん、ミッキーさん、ハートヘルクッキー、チューチューさん、ハートヘルクッキーありがとう。アルファベット、今日あ喉ね、そう喉がね痛くて、今日でも本当に起きたてがやばすぎて、でもそう結構良くなってきた全然。なんかクリコン前もさもうこんな感じだったんだよ。やっほー、こんばんは、こんばんは。ストレスを感じるとこうなってしまうんです人間というのは。皆様気をつけましょう。ちごさん、ちょっとありがとうパセさんと、あパセさんが好きでしょって言ってた。気まずすぎるかも気まずいですね、気まずかったですね、それはかわいそうに。全部知ってるよ、やばい、全部知ってるよ、やばい。おはよう、おはようハットヘルクッキーありがとう。うん、でも今日山梨行ったんか、山梨どうでしたか。雪、でもあの辺は多分雪降ってそうだけど、雪降ってました。でも雪降ってたよね、多分降ってたとか積も、うん、置いてある、なんて言ったらいい、積もってるのが、溶けてない雪があるはず。暑かった、暑いんや、寒くないんだ、寒いイメージだけどうーん、残ってる、何が何が、うん、あ、雪がか、そう、雪が富士急ね、どうでしたか、楽しかったですか。そう、雪残ってるって言いたかった、いい気温だったってこと、暑かったんだじゃあ。うん、え、見たい、見せて、私の山梨を見せてください。え、見たよ、パセリさんがアイス持ってるやつこんばんは、こんばんは。乗ったんかね、ジェットコースター乗りましたか。こんばんは、レースガガさん、ハートフルクッキーありがとう。こんばんは、乗った、え、でもなんか回っ、なんかファンの方がさの投稿がなんかタイムラインにさこう回ってくるんよ。なんかあのリサとなんとかかんとかのやつのさ、あのメリーゴーランドになんか乗ってる写真見ましたよ、先輩とか。はーい、はーい、あ、喉そうなんだよね、ありがとう、喉元気だよ、やっほー。どういう状況なの、どういう状況ね、メリーゴーランドの写真がなんか流れてきたから、あれ乗ったんやって。あそこのメリーゴーランドね、いいよね。なんかあそこワンちゃんも乗れるやつだった気がする。なんか富士急って今ワンコも入れてワンちゃんも一緒に乗れるアトラクションとかがあるんですよね。なんか抱っこしてワンちゃんと乗れるみたいな、めっちゃいいよね。うん、そういうこと、隣に行ったの神イベですか神イベ開催されたってこと、よかったヤマネコ坊主さん、ハートフルクッキーありがとう。
うん、無理だよそれは。ごめんけど普通に無理だよ。人間だから、人間のことはペットにできない。普通に普通にペットにできない。こんばんこんばんは。しかもうちにはね、可愛いワンコがいるのね。もう100万です。こんばんはこんばんは。そう、入園料はね無料だし、付属今無料で入れて、ワンちゃんも連れて行けて、すごくいい優しい遊園地です。やばい、なんか目に何かが入りました。ちょっと待ってください。痛い、なんだ、痛いです。まつげですかね、痛いです。はい、前髪かな、痛いですよ。そうだよ、明日は僕対公演ということで、うん、無理だよ。明日は僕の対応公演なのですよ。いやー、やばいやばですよ。花粉、花粉かな、でも花粉飛んでるやった花粉かもしらんけど、今日は家から一歩も出てない引きこもりなので、どうかね。うん、白い砂浜、ひと夏限り、すり毛が並ぶ、自分だけ露出してる。こんばんは、こんばんは。目が赤くなった、そうだよ。目が赤くなったよ。ご飯食べてるよ、ちゃんと安心してね。買ってきてもらいました。来週花粉来る？最悪かもしれない。花粉なんかさんつけなくていいんだよ、花粉には。花粉アンチだから私、花粉過激派アンチなので。こんばんはこんばんは。昨日外出たっけ？昨日も外出た記憶がないんだけど。でもひーちゃんち行ったか。こんばんこんばんは。花粉はもうアンチなので、花粉アンチ、花粉アンチですから。こんばんは。花粉は許さないっていう強い気持ち。昨日はねオムライス食べた、コンビニのオムライスを食べました。昨日なんかオムライスのトマトみたいな、トマト味みたいな、うん、トマトのソースみたいなやつをね食したんですよ。そう、そうだよ、マスクしてコンビニ行ったので。ムキムキさん、ハートフル空気ありがとう。花粉はでもいつ何時飛んでる説はあるよね。そうなんだよね。ハートフル空気ありがとう。ハートフルクッキーです。露出してる小さな水が、若さのバリュー、日差しが室に降り注ぎ、誰も彼も行かれて、奇跡が全てつつ忘れつつ盛り上がっちゃうぜつつつ、メラメラ燃えるしだ心だけがいいや、どんな僕体、普通にもう僕体ではない、それは。わあ、もう明日の僕体ですな、ですな、やばいですね。僕体っていう言葉がね、もう言葉がもうハハハってなる。こんばんはこんばんは。でもクレさんと一緒にね出られるのは嬉しいね。席席席席席、そう話したよねクレさんと、なんか全然一緒に出られないから嬉しいよーんって話をしたんですよ。
こんばんは、こんばんは。公園、そう、僕の太陽公園ですから。自信の分、うんだけ。リベローさん、ハートフルクッキーありがとう。君は今僕の第一二三パ、一二三パなんですよ。これは大事。千秋さんありがとう、ハートフルクッキー。反応してるぜ。白い砂浜、ひと夏限りの若さ。違うな。みね、もう歌詞もわからんです。やっほー。高松愛鳥園さん、ハートフルクッキーありがとう。 Thank you だよー。自信の分だけ。そんなこんなわけでちょっと自たばた。やばい、明日よ。友チョコとかあげてた、あげましたかって、うん、なんか交換会してた。わかるかな、交換会が開かれてたよ。クッキーとかね、カップケーキとか。かんすけさん、ハートフルクッキーありがとう。なんかカップケーキとかはホットケーキとかで作れるんよ。でもね、あれ持ってないよね、ベーカリーじゃないんだ、オーブンがないから私はもう作れないんですよ。お家にいたら作れるんだけど、実家ね。調べやると、いちご2人いる、いちごは2人いるよ。実はみんなには言ってなかったんですけど、いちご2人いるんですよ。チョコトレード、チョコトレード。マー君さん、ハートフルクッキーありがとう。睡眠したよ今日、今日めっちゃした。今日は睡眠の日でしたよ。うん、やばやば。こんばんは、こんばんは。きみきさんチョコありがとう。こんばんいちごか、こんばんはじゃなかったやん。こんばんは。そう、今日は配信が終わったら、お風呂にね、浸かりたくて、お風呂に浸かって時間が、髪乾かして時間がまだ大丈夫そうだったら、もう一回配信したいかなって思ってる所存です。早めに休みなよ、ありがとう。いや、してないんですよね、こう見えて。違うんですよ、なんか元気なんですけど、なんかストレスを感じるとすぐこうなっちゃうんですよ。だから毎回なってるんですよ。舞台初日の前もだし、クリコン前もだし、もう全部こうなっちゃうんですよ。もうやばいんですよ。田中のヒロさん、ハートフルクッキーありがとう。龍角さんね、これ買ったんだ。これ買ったってか、買ってきてもらいました。これで、あとホットアイマスクをね、喉にねつけるこう巻くっていうのをやろうと思ってた。あと加湿器もねつけてるので、任せてくださいよって感じです。金パッケージってあのミルクみたいなやつの味ってこと？じゃあ、あの味苦手なんだよね。そう、明日はね、朝も早いので、早起きや！できるかな？ひっちゃんに電話してって言ってあるけど、してくれるかな？いっちゃん、ハートありがとう。今日のお風呂でも金木犀にしようか、森の香りにするか、二択です。うっち、ハートフルクッキーありがとう、いっぱいありがとう。ゆうゆうゆうさん、ハートフルクッキーありがとう。そう、いや、なんかもう多分全部そのなんかある前にちょっと具合悪くなるのが確定室なんです、最近の。もう やめてほしい。台湾のジェイさん、ハートありがとう。2人とも寝坊したらやばい。いや、その時はサッチーに起こしてもらう。でサッチーも寝坊したらナオミに起こしてもらう。ブルーベリーとかもあるの。でも私なんかミルクは本当に苦手で、なんか嫌いな味だった。睡眠大事だよー。睡眠いっぱいしたんよ、ありえないレベルで。いや、ほんまに早く起きなきゃいけない。明日はもう早く戦闘行けんけ。
明日待ってるね。あ、明日見に来てくださる方かな。ありがとう。うん。えーちゃん電話しても出ないって泣いてた。泣いてないから大丈夫全然。ちゃまこさんハートフルクッキーありがとう。でも忘れ、でもなんかこういう時起きるんですね。いつも起きれるのに、なんかこういう気が張ってる時はちゃんと起きれる。起きれるようにね、体がなんか構築、そう増築、なんか日本語喋れないんだけど、構造的にそうなってるので起きれるんだよ。仕事の時寝不足、うわーよくないよ寝て。あまお、あそういうことね。どういうことかと思った。マッツンさんチョコありがとう。ヤッホー、いちごのイとさヤッホーがまずイヤッホーって言っちゃった。なんかマリオかなみたいな。そう昨日マリオカートした楽しかったよ。マッツンさんハートフルクッキーありがとう。たくさんありがとうございます。あタワーじゃなくてなんだっけ、シャワー、シャワーや。そうだよ、こんばんは。マッツンさんありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。体調大丈夫、大丈夫だよ。ちょっと喉が痛いだけなので。うん、でもこの感じは多分明日起きたら治ってるパターンって感じだね。うん、そうだね。出吐きがねちょっと場所変わってるとか大変なんですけど、こんばんは、こんばんは。うん、今日カフェのやつがねありますか、 2.5 キさん。こんばんは、こんばんは。やっほー、起きますのでね、起きなきゃ明日ほんまに。ペロピさんハートヘルクッキーありがとうございます。ありがとう。仕事で疲れてたけど、うん、ほんと？うん、よかったです。こんばんは。ありがとう。こちらこそ、ありがとう。龍角さん、2個目、2人目、ん？ 2 粒目。ん？日本語が、日本語が曖昧です。ペロピさん、チョコありがとう。キュンチューさん、チョコありがとう。X 見た？どれのことだろう。X ありがとう。さ、X でも告知したんだけどさ、5月にねお台場でライブするんですよ。次のスーさんハートフルクッキーありがとう、ありがとう。うん、そうなんだ、配信してた。でももうさ、ニューウェーブプロジェクトさんのさ、ニティゴクさんの YouTube チャンネルもう9500人とか言ってらしたじゃんね。だからもうあと少しやって思って、さっき見たよね。すごいじゃね。ひろり申し込みしたよ、ありがとう。こんばんは、こんばんは。青木寿さんハートフルクッキーありがとう。うん、いやなんか本当にちょっとごめん、今日ダメだ。今日なんかもうボケをね拾うね気力もなくて、本当にごめん、ちょっとこれダメかもしれない、ごめんね。やばいわ、ほんまにほんまにやばいですわ。ほんまに気まずいですね。すごいなって思って。こんばんは、こんばんは。ゆきひなさんハートフルクッキーありがとう、ありがとうございます。うん、クエンさん。いやごめん、こっちがごめん、こっちがごめん、もうダメだわ。コナンさんハートフルクッキーありがとう。それも明日クルさんと一緒にコメント出て嬉しいです。ふふ、なかなか一緒に出会えてなかったので新鮮ですね。持ちたらさんハートフルクッキーありがとう。うん、9時かな、で終わったらお風呂入ってまたできそうだったらしようかなって感じですよ。
あついさん、レインボースターありがとう。仲間大長さん、ハートフルクッキーありがとう。ハートフルクッキーもね、たくさん集めたいなって思ってるのに、よかったら協力お願いします。あついさん、ハートフルクッキーありがとう。クルさんのメニュー、このこれでしょ。このマークのやつでしょ。こんばんは、こんばんは、やっほー。うん、やばい、目がさ、なんか、涙が出てきそうになる。迫力になりましたか。なれかりさん、ハートフルクッキーありがとうございます。ありがとう。ありがとう。やばい、くしゃみです。なあ、うわあ、あ、雨って言ってる？大丈夫かな？風邪、花粉症、どっちも。どっちも。でもなんかもう毎回公演前とか本当に体調悪くなる。どうにかしてほしいんですよね。でもストレスでなってるんだけど、ストレスでさ熱出るみたいなのあるじゃん。多分それなんだろうけどね。今日も来ちゃいました、ありがとうございます。うん、デザートプロデュースするなら、うん、それはイチゴだよ。イチゴとパイナップル好きだから、パイナップルが。そうだっけ、今日ずっと寝てたんですよ。もう練習できてなくてやばいんですよ。あついさん、ハートフルクッキーありがとう。無理せずにってありがとう。うん、いや本当にクリコン前もこんな感じだったんだよ。僕対初日前もこんな感じで、もうやばいです本当に全てが。うん、ね、ありあるじゃない。多分プレッシャーとストレスでなってるだけなんだけどね。なんかだ、本当にダメだ今日。なんかもうほんまにみんなごめんね。今日みんながボケたコメントとかしても全然拾えないから、本当にごめん。明日ね、3期生の学力、いやそうだよ、みんなおかしいね。私はね頭いいので、まあちょっとあれなんですけど、話通じない人多いですから。サンキュー、話が通じないんですよ、ほんまにおもろくて。体気をつかるよ。そうなんだよね、早めに寝たいけど明日も朝早くて、うわ、まあ、移動時間全部寝る気なので。あつしさん、なるかりさん、ハートフルクッキーありがとう。早めに終わっていいよね。いや、うん、今これをね、ハートフルクッキーを集めたくてですね。なのでこれは別に無理してるとかじゃなく、普通に配信したくてしてるんだけど、大丈夫ですよ、全然あれですよ、そういったつもりはないので安心してくださいって感じです。にじりんごさん、ハートフルクッキーありがとうございます。ありがとう。ハートフルクッキーありがとう。にゃおさん、チョコありがとう。ひーちゃんに嫌だよ、ご尊顔しね。声、これさ鼻声のだけなんやけどさ、ひーちゃんと電話するときにも、なんか声変わったって、いや鼻声やねんっつって、うわーって話をした。そういう道中は爆睡です、確定です。こんばんは、こんばんは。なんか気持ちはめっちゃ元気なんだよ、なんなんで。日本語喋れんかった今。元気なのですよ私、実は。なんかもうこれはもう不可抗力、もう毎回なるから、もうなんかもう、はいはい、また来たんですねって感じ。あれはほんまに喉壊さんとあの声にはならんやろ。いいなの声は、あの声でさ僕隊のさ出たらさ、自己紹介の時とかにさ、
すごいことになりそうだよね。この前ひーちゃんのお姉ちゃんとね、電話ひーちゃんがお姉ちゃんと電話してて、そう、ヨギボーのネックピロー送るわ。いや送れないから、普通に欲しいけどね、ガチでやったんだよね。わかんない、どうでしょうか、やってる人もいるんじゃないですか、どうなんですかそうそう、終点なしね、多分みんな起こしてくれるから大丈夫だよ。そう、北沢が来るですよ。愛は求むよ。天地さん、ハートフルコケありがとう。ガチチャンスよ、このアバンジュールツッツッツ、メラメラ燃える下をこんな気が寄せるさざ波だって、だけどそんな言葉犬も食わぬ立て前って感じですどういった感じって感じだと思うんですけど、っていう感じです。アンミカです。アンミカ入っちゃった催眠術やってんじゃないんですかみんな、ふっランランラン、走りでまた自然速力で渋滞したバスから降りたら走り飛んで行きたい、この場所かな、あれ歌詞がアンミカさん、レディカガさん、ハートありがとう。アンミカさん、アツイさん、ハートヘルクキありがとう。飲んだめもな、200種類あんねん本当に。選ばれたのは龍角さんでした。わての龍角さん、こんばんは、こんばんは。ああそうなの、初北沢、北沢僕隊ですかじゃあ楽しみにしといてくださいこの場所からあなたの元へと、ああうん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 、喉を使いすぎた時、喉の乾燥を感じた時、タバコを吸いすぎた時、気分をリフレッシュしたい時、うんなんだ焼きうどん、焼きうどんはね、どっちがいいかな、焼きうどんでしょ、焼きうどん美味しいよね。醤油ってどんな味、なんかわかんない、ソースがいい、じゃあソース味にしよう。ダンボールさん、ハートフルクッキーありがとう、ありがとうございます。18日が初オンラインお話し会、本当18日、嘘じゃん。だこの前はあれ、ごめんね、普通にするわけなくて、もう今日はそういう、もうするわけないやんみたいな気力がないんですよ、ごめんねうん、会場ね、そう、なんかすぐ完売したみたいで、あの会場だからね、すごいよねソースで。あつしさん、ハートフルクッキーありがとう。いやごめん、でそういうので謝られると気まずいから、もうほんまに気まずいけど、今日はもうほんまに許して、醤油は醤油、そりゃそうだよそりゃそうやねん、かつお節みたいな味、なんて言ったら、だしみたいな味しか分からんわ。なんかダメだね、もう今日ちょっとなんかね、ほんまにちょっと違うからとか言えないぐらいのあれです。ホワイトデー、ホワイトデーが3月か、じゃあ3月14日に北沢くんを降臨させる会を開催しようと思います。でも
バレンタインデーはでもどうしよっかな。バレンタインデーなんかね特にないんですよ、あれがやることが。あなたのもとへとたぶれたでは出され気持ち聞かせてくれと言った。いや違う、今日ありえんレベルで寝てしまってね、もうちょっと元気なんです、もう元気なんです、もう本当に具合悪いのって思うかもしれないけど元気なんですよ。これが困ったことにチョコください。龍角散しかないって言って龍角散にチョコかけたらいい、絶対美味しくないよね。チョコ作ろう、やだもうねそんなことできないの。北沢お菓子作れるの、なんかさオーブンないとお菓子のなんか電子レンジとか冷やすだけとかなんですかあるけど、もうねそんなことできないですよ。北沢はもらった人にだけホワイトデーにお返しする系のタイプのね人間なので、龍角散にチョコかけてプレゼントしようか。元気、はい元気です。あれさ名簿朝のさ名前のやつ、いや難しいよね、めんどくさーって思いますよね。もうわかります、このめんどくささチョコ作り配信、チョコ作り配信片付けがだるそうだなこんなこと言っちゃいけないよね、ごめんね。やっほー、見つぎたいメンバー、そのクルさん以外誰がいるん？あげるよりもらう派、そうだねもらう派かも、もらってお返ししたけする派。そうクルさん、そうなんだ、こんばんこんばんは、クルシマユウカさんですか、クルさん。まひなさん、ガチじゃない、買うかも。じゃあそれならマルさんハートありがとう。なんか作るってなるとさなんか結構どうなんだろう、心当たりがありすぎる、気まず。ななさんに会うとしたら作る、いやだなんか自分のこの汚い手がなんか手で作ったらなんか本当に申し訳ないから購入するかもしれない定型、あそうなんや、作る、うん、なんかでもその時のレッスンさんの具合とかにもよるよね正直。なんかどうかな、その5月のねあのフェスではないか、あれは野外ライブがあるんですよ、お台場で。それの練習もね始まったりすると思うからどうかな。りょうすけさん、ハートフルクッキーありがとうございます。2月23日エディオン、おーありがとう、楽しみにしておきますね。じゃあまあ号泣確定演出なんですけれども楽しみだね。舞台公演楽しみにしてます。そう、梨紗子がね最後の公演なので皆様目に焼き付けてください、ほんまにお願いします。アンミカです。はあ、マー君さんチョコありがとう、あざだすそう昨日はねあれだったっけ、イベントもあったりだったんですけど、でこのイラスト入りのうちはフル、そんなの作ってくれるってこと、うん、じゃあ見つけますね、任せてください、ありがとう。じゃあ7周年ライブもね、そうだね、そうなんですよ。あれはでも一体どうなってるか分かんない、でもさ
うん、ミッチさんの卒コンもあるし忙しくなりそうですね。キャー、アンミカさん鏡の子じゃ面白かった。本当もう作ったよ。え、見たい。でもやっぱ当日のお楽しみの方がいいんかね。でも見たら見つけられるかもしれんけど、あーでもどうなんだろう、どっちがいいですか。見たいけど、そんな言われたら見たいよ。こんばんは、こんばんは。この場所からあなたの元へと。千歳さん、ハートフルクッキーありがとう、ありがとうございます。うん、ひーちゃん、ひーちゃんだ、ひーちゃんの、ひーちゃんのファンの人だ。ありがとう。東京、そうだね。あのさ、もうさ、みちさんの卒コンもあるですし、大変ですよ。こんばんは、こんばんは。目がキャーキャーしてると 1.1 倍、これは涙の表面張力って感じですよね。涙の表面張力、トゥトゥルトゥ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 ルルトゥ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 ルルって感じです。最後の最後までいい人でいたいなんてって感じ。こんばんは、こんばんは。わーい、何時だ、あもう52分かってことで、57分か8分ぐらいになったらランキング読んで一旦終わろうかなと思ってます。こんばんは。今日から来た、メール取ってくださったんですか、やったね、嬉しい。メール取ってくれたんですか。メール最近さ、ほんまになんかもう最低限しか送れてなかったから、でもイベントも終わったりとかね、僕隊もね終わったから結構解放されていっぱい送れると思うからお楽しみにです。今日なんか、今日何のメール送ったっけ。ゆえなの写真とりさこの写真と、りさこの写真送ったわ。りさこの登場率高いですね言って、嬉しい、ありがとう。メールね、メールはそう送れたいんですよ私。だって表面張力踊って。としさん、ハートありがとう。なおさん、ハートありがとう。キラキラ10連、どういうこと、どういうこと。最終活動日、最終活動日助けてみたいな。いやそうよ、今日送ったのはなんかハロウィンですかっていうのと、喉が痛すぎますっていうのと、配信しちゃうよっていうメール送りましたね。そう、昨日なんかさ自撮りしたはずなんだけどなくて、あれゆいなと撮ったけど、ゆいなのスマホだから、あれは後で送ってもらいますね。しおちゅうさん、ハートフルクッキーありがとうございます、ありがとう。ウレピーマンです。ハートフルクッキーちゃんとずっと集めますのでお願いします。チョコありがとう、チョコもありがとうございます。こんばんは、やっほん。そんなこんなわけでちょっと閉じた。サザエさん、これもうほんまに何の話してたっけ。ほんまに何の話してたっけ。あそう、猫の写真、何の話してたっけ。もうほんまに思い出せん、もうダメかもしれない。うん、プレッシャーだ。あ、かなおしです、明日かなの分まで頑張ってきてね、ありがとうございます。そうだね、明日は大公演ですので、かなう、かなう、今日かなうからスタンプ送られてきたから、かなうは生きてるので大丈夫ですよ。その死んだとは思ってないと思うんだけど。ありがとう、やっほー。そうですね、ありがとう、わざわざコメントしてくださってありがとう。こんばん、こんばんは。そう、明日はね僕の太陽公演ということでね、本当になんかプレッシャー熱、プレッシャー熱が出ちゃってるんだけど、来たさ、プレッシャー熱プレッシャー喉痛み&プレッシャー頭痛が来ちゃってるんですけど、まあなんとかなりますよ。
昨日さ、そうだよね、なんかアットマークでさ、ひーちゃんとのさやつさそう見たよ。あのゆうなに怒られちゃうから、もうそう生存確認し大丈夫だよそうね、まあなんか難しいけど元気だと思います大丈夫大丈夫だよきっと大丈夫ですよ富士山お台場地区、あ、なるほどねえ、あのさ申し込み画面みたいなの載せとったじゃんね、見たよ、こんばんは、こんばんは、エマハートフルクッキーありがとうマイキューさんやろ、マイキューさん、すべてを捨てたっていいさ、やばい、アイドルなんかじゃなければ好きだと伝えられるのに、初めての切なさどうやって伝えればいい。お、57分ありがとう。じゃあ今日この配信が終わった私はお風呂に浸かります。そして待って、うわ洗濯します。そして急に洗濯の存在をね思い出してしまった今自分洗濯しなきゃマッツさんハートフルクッキーありがとう、爽やか食べたいよって感じです。じゃあジャージさんハートフルクッキーありがとう。いやほんまにやばい、ほんまにやばい、普通に洗濯しよう、洗濯しなきゃ、洗濯します、はいお風呂入って洗濯してでまたお元気でしたら、お元気でしたらね、今バレンタインのやつも頑張っているのでもう一回配信できたらしたいんですけどって感じですかね。まあ明日も早いのでって感じです。こんばんは。いやほんとにやばいから普通に汗汗急に来た。お元気で、東京から帰ってからで、いや思うよね、思うけど、そういうのがダメなんですよ、そういうのがもうあと後々なんかもうダメなんですよ。でも私は絶対あの公演の日はね岡田奈々さんの T シャツを着たくて、それが洗濯機の中にある可能性が非常に高いんですよだからねどうしようかな。下車の音リンコさんそうですね、いや喉はね、なんかでもそのメール送った時はほんまに喉が痛すぎてもうパーティーって感じだった、パーティーパーティーって歌い出しちゃうよって感じだったんですけど、ただいまはねもうよなんか結構いい感じ、龍角さんもゲットして、龍角さんダイレクトまでゲットしてましたから、買ってきてもらったので、いやでも洗濯はします、だからもう絶対する、ないからまずそうコインランドリーで洗濯、うわー、いやコインランドリーまで出る気力が存在しないんですよ今の私には。あとね、自主練したり MC のこと考えたりといろいろとね明日に向けて準備もありますので、今日は洗濯します、そうお風呂入った間に回そうかなみたいな感じですよって感じです。ってことで生乾き絶対臭いから無理だよ、え生乾きにならんくない、別に普通に部屋干し用のやつでやってるからそんなならんのんだけど、全然一回もなったことないまであるよ。そう救出作戦する、いやらないで来たら嫌かも、なんか汗とかがもう染みついた服は着れないですよ。ねくさんいいよ、そう喉痛いんですよきなこ、きなこじゃ治らんやろ、どちらかというと水分奪われて厳しいでしょでもなんか本当にね結構いい感じにはなってきたので大丈夫ですよ、元気ですし、うん、もう一回買ってきてもらいましたよ、龍角さんこれで乗り切れますそうだよ、
浴室乾燥機、そうそうそう、なんかもう洗剤とかもなんていうの、部屋干し用みたいなやつがあって、でそのモード、洗濯機のモードも部屋干し用みたいなのにするし、全部そういうので大丈夫ですそう、ゆっくり休んでね、ありがとう。のね、臭くなったら菌から、私なんか私匂いが結構敏感なタイプの人間で、そう匂い敏感なのでね、無理だよ自分は。あ、9時になっちゃった、やばいやばい、明日の荷物、そうな、荷物も何も作ってないんですよ、やばい、もう練習もしなきゃ、もうということで、そう気合で直しましたよ、これ気合で直してるから今。でもなんか本当になんか、そうでも今日起きた時は本当に7度8分とかって、え、人生終わったのかなとか思ったけど、今は全然大丈夫かもしれない感じなので、オッケー丸です。まあ多分これ多分ストレス体調不良なだけなので、そうって感じですかね。ってことでランキング読もうかな。15位から15位が DD にゃんこさん、14位いちごさん、13位レディースガワさん、12位ダバダさん、11位ナルカリさん、10位豊中のひろさん、9位ケピさん、8位なちゃまこさん、7位ゆきひらさん、6位ちゆちさん、5位ぬしやんさん、4位あつしさん、3位うっち、2位がまっつんさん、1位りきぬさん、ありがとうございました。はちみつ嫌いないよ、やけはちみつ無理なんだよね。リセッシュも絶対臭いからダメマヌカハニー、いや、ちょハニーが苦手でして私。まあちゃんと洗濯回しますから安心してください、普通にね。そうだね、ありがとう。柔軟剤はね、私柔軟剤大好きで、今はあのダウニー使ってますよ。柔軟剤が大好き、香水は大嫌いだけどソニー作りもせんといけんのんですね。こんばんは、こんばんは。ということで、そうだね、嬉しい、ありがとう、こちらこそありがとうございました。そして14日までは引き続きこのハートフルクッキーも集めていきたいと思いますので、よかったら応援よろしくお願いします。また会いましょうそうね、なんかいや、うん、本当に夜よく、私は12時まで配信できるから11時とか、そうなんか寝れんかったらワンちゃん配信するかもねぐらいでって感じですかね。バイバイ、またお風呂に浸かって温まって生きていこうと思います。明日は僕の太陽公演よろしくお願いします。みんなも応援してくださいぜひダウニー、いやダウニーほんま大好き。ということでお疲れ様です。そうだよ洗濯機も回しますからね、喉も大事に、皆様の体調管理大事に、大切だ、日本語喋れないから大事にしてください。ということでおやすみなさい。またメールも送りますし、あ、バズレーの投稿今日してなくて、もう今日何の投稿しようって感じなので考えたりします。バイバイ、お疲れです、お疲れ様。